それ受けメッセンジャー。どうもこんにちは、メッセンジャー黒田です。どうもこんにちは、メッセンジャー相原です。こんにちは、藤岡梨沙です。あのもう今年最後なんですよね。もう皆様には来週はちょっともう待つすぎてす、ね、そうなんですよ、もうお世話になりまして本当にありがとうございます、ありがとうございました。まあね、あの1年の計は元旦にありとか言いますけども、はい、やっぱり最後のね、放送というのは締めくくりという意味でね、聞いていただいたやっぱりリスナーの方々のおかげで、まあ、気持ちのいいというか、はい、まあもう普段のそんな気持ちで放送はしておりませんが、まあ、無事終わるんだな、無事終わるというね、はい、あの今年も本当にお世話になりましたという気持ちで我々二人はやりたいなと思ってるんですけども、その日にね、たまたまこのね藤岡一号が当たるっていう、またこれ巡り合わせって言うんですか、まあ、最後の役落としみたいな感じになっちゃってねいやありがたいです、大役です。いや大役やね、はい、うん、で最後やからな。毎回皆さんね、聞いてある方は、まあ、あのアシスタントの方、各女の子がそれ行けって言って我々がメッセンジャーって言うんですよね、うん、まあ、変わらないスタイルね、もう一緒に、これもずっとええやってあってくれる時からそうです、はい、藤岡一号さんだけなんですよ、俺の方を見てうんって言ってから、それ行けって別に俺に合図せんでいいんです。別にチームじゃないんで。合唱コンクールの先生やないから。先生やない。さあ行くよ、みんな落ち着いてみたいな。お前が一番落ち着いてないしやな。なあ。チームでやっていいかなと思います。誰がいきなりリーダーになれって言って。急に。うんじゃないね、俺に。行くよ、黒田さん。よそ見しないで、そうそう、行くよ行くよ、ずっと見てるから、うんって言うから何が運やねんと思って失礼しました。あなたがカフ持ってるんやから、はい、カフって言ったら、まあ、オンオフですよね、このボタンがあるんですけど、はい、上にあったらオンで下にあったらオフ、まあ、あの電車でゴーであるみたいな、あんな感じなんですけども、はい、それの権利を、権利って言った言葉あるけど、その操作をするのはもう藤岡一号なんですよ、はい、で俺に合図したか、まあ、これ仮に俺がそれを操作するんやったら運は分かんない、グッと押すから、そうそう、まあ、あなたが運でやって、はい、あなたがやるんやったら何の意味もないでしょ、喋、ね、りだし、あの君やし ね、 やねこれ黒田やったらまだ分かんねえけど、やしで、まあ、例えばね、よくバンドでね、うん、あのドラムの人がチャンワンツースリー、あれなんでやるかやったら、うん、ドラムからドーンと入ったりとかするのと、はい、まあ、ドラムの人が、まあ、バスで一番こう音をバーンってやる、はい、ね、あのギターの人がとかベースがいきなりワンツースリーフォーってあんまり言わへんのでボンボンボンみたいな感じはなりませんからね。でも今日はもうあれですよ、はい、ものすごく気合入ってありますよ、黒田さん。どうしたんですか、この努力の後。どうしたんですか。もう今日はもう見てください、あ、ほんまやね、もう受験生みたいに原稿でいっぱいですわ、あの東大目指してんのいやいや、そんなことないです。こんな、まあ、ギシャも大概やったけど、何枚書いてきてん。これあの段取り。何書いてんのそれ。そんな段取りないってなあ。俺らお前防衛大臣ちゃうねんから。そんなさ。絶対あの一言も間違えたらあかんみたいな、ね。そんなんでね、実際そんなやってて今までちゃんとできたことないじゃないですか。あのこれ新たな試みで今日からちょっと分かりやすく。何のやつですか。何を書いて。何を書いて。あの大体、はい、あの我々進行予定そんなね、はい、僕らみたいな、ね、それゆけ目線じゃんみたいなラジオね。で大してそんな別に。未来値ですよ。一番今ちゃんとしていただきたいいうのはその、提供会社のことだとか、はい、あのスポンサーの方のお名前を間違えるとか、ね、だとかで、まあまあ、例えばそのね、ファックス来たとか、うん、まあ、メール来たとか、あのね、そういうの名前だとか、はい、まあまあそれでも少々間違えてもいいもんな、生駒だとか、うん、あ、そうね、それ以外別にそんなないですよ、ね、書くことで覚えられるので。だからそんなに覚えてここに書いてあるかな、それ。例えばあの機能性靴下のエコノレッグって書いてあるかな、これ。あの音楽読んだらええねや。音楽がこのカーってなったら喋り出して、はい、ピストルの音が鳴ったらもう一回喋り出すとか、そういうのをあのカーとか書いてます。ちょっとだけすいません、見せてもらっていいですか。すいません、ちょっと、 ちょっと、はい、あんまりそんな、ね、見るもんじゃないから、はい、カーとか、こんなん書いてくるアシスタントの方初めてです。あ、本当ですか。ビール工場の時もこうやって私いや、ビール工場の時全然面白い。覚えてて、お前ビール工場とそれだけメッセージは公共の放送と一緒にすなよ。すいません。書かないと覚えられなくて。書いてますか、ちゃんと。気真面目なんですね、うん、あなたね。覚えるのが苦手。ちょっと黒田さん、ピストル、バーン、うん、で本文カー目で見て分かるようにいやいや、そんな、ごめんなさい、難しないけどな、まあ、そうか、そんなないですよ。注意すること書いてますわ。注意すること、カフ下げる。カフ上げるときは上げる前に一声かけます。行きます。アムロか。ガンダムのアムロやないだから行きますやね。アットマークを書いてアットマーク。
ただこれはあるでしょ、だってそのアットマークを書いておばちゃんアットマークのことアットマーク、その前にアットって呼んでしまって、うん、リスナーの方からアットマークの方が正しいんじゃないのって教えていただいて、なるほど、マークっていうのを忘れないように。あなた一応ラジオ大阪でもラジオやってるんでしょ。してます。どういうことやねこれ。いやいやそんなきっちりせんでも不器用なんですよね私。何なんかこの感じっていうのは好感持てることはありますね。あの、まあ、一生懸命やからな、自分ができないっていうことをこう下調べしながら、はい、こう、うん、こんなバラエティのラジオでこんなに真剣に向き合う人は初めて見ましたけど。でももう何回目これ。今3回目3回目やろ。2ヶ月ぶりなんですよ。今週のそれいけ目線でした。矢印カフを下げる。わかるやん。これはわかるやろ。これはわかる。俺らが漫才はって、あやらがもうええわって言ったら、俺は礼する、礼をするって言ったら書かなあかんって。はけるやで。はける。はける。マイクの前に立つとか、そんな、それは全然わかるじゃないですか。緊張するから忘れんのか。そうなんです。安心材料として、あとその書くことで頭がこう理解していくんですよね。私の体が。段取りってことは我々もナチュラルにやってますけど、はい、まあ、藤岡からしたらなかなか難しいね。はい、そうなんですよ。まあ、ほんなら例えばもう3回やってきたら、はい、まあ、あの自分らで言うのなんですけども、結構まあ関西ではみんな聞いていただいてるラジオなんで、はい、そのちょっとなんか環境変わりました。変わりました、うん、あの仕事がどんどん入ってきました、うん、あらま、はい、ほんまに。どんな仕事が。まず、はい、あの社会問題、おいちょっと待って、おい急にそんな俺らのラジオで社会問題それあの面白いこと言うふりでちょっと喋ったりするかもしれんけど、それを本格的に喋ることなんかないんじゃん。社会問題、社会問題について話す、あのシンポジウムがあるんですけど東京で、それの総合司会を、誰にやらしとんじゃん。それが社会問題やお前しかも東京で馴染みのない環境で、そう関係ないでしょ。それだけメッセージは関係なしに、これを聞いてくださって、誰が出張るんですか、社会問題というの。でも弁護士さんとか、ちゃんとしてるやん、議員さんとか、まあ、一般の方とか、本当ざっくばらんに。社会問題で今少子化であるとか、まあ、児童虐待根絶とか、まあ、それは大きな問題です。相談所にまつわる話、いろいろそういう話を。でもこれは黒田さん、うん、やっぱりそういうことじゃないですか。何ですか黒田さんが、まあ、あなたで言うたら、まあ、普通の顔して喋ってますけど、うん、今聞く人が聞いたらですよ、あなたの幼少期のお話っていうのは、うん、やっぱりその辛い悲しい思い出やないですか。いやいや、それをまあ明るくね、喋、うん、ってお金という対価に変えてる黒田さんを聞いて、うん、こういう気持ちにみんななったらいいんちゃう。それはこのラジオ聞いて思ってくれたってことでしょ。そうそういうことでしょ。なんで藤岡一郎に話が来るねそれだ俺に来てええやないか。いや、やっぱ黒田さんが来ると重みがあの笑いを取ろうとして、重みが強すぎるのとこうマイルドにちょっとついていけないっていう。でそれをやっぱ藤岡がこう、そうです、なんかの、まあ、ビール工場とかでその活躍の機会をじっと待って、でこのように今頑張っている姿を見て、はい、あの感銘を受けたということでお仕事をいただきました。あと何でもやりますのアグレッシブさとということ で、 でその総合司会はうまいこと言ったんですか。あの今度来年1月に、来年1月に、結構大きな、そうなんですよ、かね、ことやね、はい、あともう一個あります、大きな仕事が、はい、大、まあ、その大きさとか分からないですけれども、うん、あのかまぼこを TikTok で食べる仕事。なんやねんそれまだ詳細は言えないんですけど、まあ、それやったら来そうや、まあ、お前詳細言われへんこと多いなあの1分間チャレンジ見てくださって、あの黒田さんが企画してくださったじゃないですか、はいはい、あれを見て食べるお姿が素敵だと思ってということで、かまぼこ屋さんとかかまぼこ連合会とかのところから来たっていう話じゃないの。あの企業さんから。企業やろ。企業は聞いてて多分そういうことなの。でそのツイッターで私が1分間動画上げてたじゃないですか、うん、あ旧今 X になってますけど、うん、そこで上げてる動画を見て、ツイッターのあの旧ツイッターやろ。旧 X やったらもう旧 X になっちゃう。もう X というものもまた名前変わったから。変わるかな。旧ツイッターの X の見た方がその食べるお顔立ちが素敵でって言ってくださって。これ大きい会社なんですか。あのまず、まあ、言われ、これは言われかもしれんけど、はい、我々が知ってる大きいかまぼこ会社、ね、かまぼこやったら大きい会社。はい、かまぼこ大きいみたいです。創業。大きいみたいよりその創業なんね。そう100年。あ、本来やったら我々知ってるあのとこちゃう。いや、CM とかでやってるような。うん、ちょっと。あのまだ言えないですけど。いや言わない分かる、言わない分かる、そんな感じ。大きいところ、はい、マネージャーさんは知ってました。そんなお前の中でそんなにこう言ったらあかん言ったらあかんって言うけど、ちょっと守らないといけないか。まあ一応ね、それまあまあそれ大きいんじゃないですか。はい、お仕事と。あと、なんかそうやって結びついていくねんね。だから YouTube でそういうことやっ
ってるから、それを見てあうちの女かまぼこ食べてもらおうと思うねや。意外とね、ほんでねこれあのぎっしゃんも俺そんなの知らんかったんやけど、うん、最近めっちゃ仕事増えてるみたいで、俺そう思ったらなんかちょっと悲しかったのがさ、なんか X でまあいろんな人フォローするやんか、うん、梅山さんが二重跳びやめて急にやで、うん、ただただ納豆を食べてる動画を上げてる時にちょっと藤岡一号の噂聞いたんちゃう。かまぼこがかまぼこか、あの子かまぼこ入ったんだ、二度飛びしても全然なんかかまぼこと納豆じゃ納豆の PR 朝ごはんみたいな、もうちょっとなんかないんだね、全然二重飛びしても仕事入れへんやんか、相原のせいで。なるほど、まあでもいろいろお仕事入ったらいいよね、仕事増えてくれたらね、我々もあのね仕事が増えてくれて嬉しいです。いや、ありがたいです、ありがとうございます、うん、でもやるっていうその精神ですごいね、はい、そうなんです、真面目に、ね、あとはまあその失敗しないかだけの話やんな、そうですね、成功しないといけないんですけど、いやそりゃそうやわ、成功しないといけない、かまぼこ食べるだけでしょ、そうですね、美味しく食べて、まあ、それをやっぱ PR につなげないといけないので、いやでももうそれでも、はい、ええ仕事やんか、あと MBS でも年末、おちょっと待って何決まったんですよ、ラジオ、はい、4時間ぐらいけん玉する仕事なんです、何やその仕事、宮間の宮間の次やん、はい、次に次ぐあ、けん玉得意なんですよ。けん玉得意なんですよ。ほんま。もしかめが得意なんです。全部仕事につながるやんか。もしもしかめをやった、はいはい。あれを結構できるんですけど、それをこんにちはこんちゃん の、 あの年末特番で、うん、その放送と合わせて同時進行で、私は YouTube の生配信になるんですけど、うんうん、そこでけん玉をして、その回数で視聴者さん の、 あのお年玉が決まるっていう。4時間やるんですか。はい。連続連続なんかってことないですか。でもそこまで詳しくは聞けてないんですけど、いやいや、まず期間と4時間ずっとやったら、でもスケジュールは4時間になってました。やんのやるねんって、そら知っていよ、いやもう昭和プロの流れで来てんねんからやんねんって今。まあ密すぎるからな、はい、昭和、いや近藤さんもそら昭和プロやから、それ自分のところ秘蔵っこ出してさ、そらもう4時間でもな5時間でもやってな、はい、やります。でも近藤さんは別にそのこんじゃこんじゃしゃべるだけか。はい、そうです。近藤さんもなんかね、この前は藤岡一号がね、来てたんよ、ラジオ祭りの時に近藤さん出てるやんが、うん、藤岡一号も、まあ、出番があったかないか知らんよ、でも同じプロダクションの大物の方やから来るやんか、こんな偉いもんで近藤さんも若い女の子見たら機嫌もんな。ああそうですか。いや、やっぱりそのこんな歌あれやけど、やっぱおばさんばっかりやんか。お前ちょっともう終わるで、お前それは、お前それは終わるで。いやそれ悪口ちゃうで、悪口や、口と顔は悪口や、お前の。俺個人的にはおばさんの方が好きやからな、若い子の方が石投げて若い子ら嫌いやから。そんなことないそうなんですか。何があったよ。でもやっぱ偉いもんで、近藤さんも藤岡一号がおったら、ちょっとなんかいや機嫌いっちゃええように見えたわ、まあ、ね、うん、やっぱりこんなんあのまた問題かもしれんけど、やっぱもうおっさんなればなるほどね、そういうね、その性的なものを超越して、なんか若い人は、まあ、よく言うのね、あの花一輪みたいなこと言うやないですか。言う、やっぱり偉いもんで、やっぱ男ばっかり飲んでんのと、うん、やっぱ一人そこに何がないって、女性が一人おんのとやったら全然ちゃう、こう話のね、こうやっぱブレーキになってくれたりとか、あのけたたましくならんよね、女性が一人おるだけで、うん、で男はあかんもん、おっさんはね、品がないわ。まず病気の話になって、なってそこから収入の話になって、収入の話になって、あと愚痴に変わるんですよ、うん、お前はええよなみたいな、あで元気かと、そうや、ね、あっちは元気かと、大体そういう風な話終始する、ね、ほうれん草がええらしい、わけわからない内転筋やでとか言いながら、なんかそんなとこ言うたりとかね、それはまあ女子よったそうにはならんわけ、いいと思います。だ唯一の20代ですから我々で、はい、あ20代やね、はい、うん、頑張ってます。あのこういうこと聞くと今もう あかんかもしれないけど、あのよくこう言われるのが20代ぐらいやったらね、はい、ちょ、まあ、今二度と戻ってこないよね20代なんてね、はい、でやっぱりなんかよく言うのがいい恋しろみたいなことをよく、で雑誌やら何で書いてますけども、はい、その辺はあのいかがですか。今はしてないですけれども、うんうん、それなりに、うん、恋愛してきたと思います。あ今はもうなら仕事一途で。そうですね、やっぱもう一手に狙ってるから、はい、この昭和プロを一手に狙ってるからね。他にもおんねやろ、でも昭和プロで20代の人。20代私だけですよね、北さん。私だけです20代。なかなか珍しい事務所、ね、普通なギャピラミッドで言うたら年いってる人の方が少ないのよ。そうや、ね、でもう若い10代20代が裾野がザッと多くて、そこをふるいにかけてだんだん上に上がっていくんやけど、逆やで、やな逆ピラミッドやで。でもねそれはね、あの海の生態系もそうなんですよ。あそうだ、稚魚が少なくなってきてる。稚魚が多い、生態系と一緒なんですか。稚魚が多い。
何十年も生きてる大きな魚が多い、ね、でも食べられへんねそれは。もうきついもん、いろいろ深海魚になっちゃう時多いから。あ、今でもそういうプロダクション、まあ、でもそうなってくんねんな。そうなってくんのかな、うん、今ね、ほんでフリーでやってるってのがものすごい、いいですね、タレントさん、はい、いやタレントさんがで自分一人で写真あの、うん、撮影会やったりとか。なるほどな、うん、多いよ、多いな。もうね今事務所がね、まあ一昔前やった大手の事務所がになっても、テレビ局とこうタッグ組んで言うたけど、やっぱりいろんなこれね今問題もなってますけども、そういうのがなくなっちゃってさ、自分でいろいろ活動できる場所があるもんね。いける時代になってきて、自分で 発信もできるし、で、まあ、編集も覚えればもうその SNS で全部できるし、で収入も自分でやれるしって言った時に、やっぱそうやってなる。特に女の子に多いわ。プロダクションに入ってる意味みたいのがちょっと少なくなってきてるのかな。そうですね、もう SNS でね、ね、YouTuber とかの女の子なんかでも一人でもやって、一人で写真集だし、確かに一人でやってるやんか。確かに、うん、やめたなったらポンとやめれるしね、うんうんうん、でもそう思ったらプロダクションに入ってる意味ってなんやろな。でもこうしてそれよけメッセンジャーの番組にいさせていただいてますので、入ってよかったです、うん。ああそうこの藤岡の熱と俺らの熱が全く違うやんか。その憧れのあの舞台へようこそみたいな気持ちが。藤岡さんは東京ディズニーランドに行く前日やろ。はい、そうです。俺はウツボ公園で歩いてるぐらいだけど。ウツボ公園だよ。綺麗になってますよ今めちゃくちゃ。別にそんな、まあ、日常っちゃ日常やし、ね、まあまあそれはね分かる気持ち。月に1回やし、はい、まだ20代やからここでなんか爪痕残さなあかんっていうのもあるしね、はい、大事なことです、うん、あれ憧れてる人っていうのはいるんですか。そのあこういう人になりたいと、はい、有名な方でね、はい、この人になりたいというのはあるんですか。あのなるみさんみたいな、うん、なるみ姉さんですか、はい、アナウンサーちゃうんか、ね、アナウンサーではない。明るい元気で、うんうん、であのご意見も発して、うんうん、ああいうキャラクターの喋り手になりたいです。でどっちかというとなるみさんっていうのはもうガッとこう上の人にきつく言うので、うん、売れた人なんですよ、ね、八方師匠とか、はい、師匠と言われる方とは我々男の芸人はみんなこうどっちかというと、ね、やっぱりどうしても引いてしまうというか、まあ、尊敬の念が強いからね、うん、でもなるみさんはもう10代の頃からバーンって言うてて、それがまあ当時30代40代の師匠方すると10代の子がこうきつく言う、まあ今で言うフワちゃんみたいなもんやね。そう、なんかこのおキャンな感じがなんか、なんかこういう感じがキャラクターとしてやっぱりいいで、僕から見る、僕らから見ると、はい、やっぱり藤岡二雄はそっちじゃないんじゃないの。あ、そうですか。まああれだけも腕いるしな。じゃあ私はどんな方向に走っていけばいいですかね。鬼のようなずっこけちゃうか。ずっとずっと、まあでもね真面目っていうのは一つ、いいあのキャラクターとしたらいい。真面目ですかね。4時間、例えばですよ、 YouTube で4時間けん玉をせえって言われたら、うん、素直に入って言う若いタレントさんの方が少ないやんか、うん、嬉しいです。それやったらもうちょっと嫌やわとか、まあ俺の性格やったらね、もうやった体でええんちゃうとか。その10分ぐらい撮ってそれをなんかループして やってる感じ。それ一番かよ。ちゃんと俺なんか思ってしまうけど、ちゃんと4時間をやろうっていう気持ちっていうのは、これはまあ売りは売りよね。でも4時間ってかなり長いですよ。でもね、やってみないと何が起こるか分からないですもんね。何が起こるかって何も起これへん。何も起これへん。けん玉失敗するか成功するかだけで、何もそれへん。けん玉から火吹くってこともないし、けん玉が爆発することもないわけ。でもそれを見てまたけん玉協会の仕事がけん玉が、ね、鬼のようなポジティブやな、うん、あ、そういやこれ、あ、それはええわ。これはええ、めちゃくちゃいい。繋がっていたらなと思ってます。最終目標はどないなりたいですか。あ、その例えばその女優さんとか、女優さんとかバラエティー のに出るとか、何になりたいんですか。あ、バラエティーも出たいですし、アナウンサーどこ行ったやん。時にはアナウンサー、時にはタレントみたいな、うんうんうん、マルチタレント、うんうん、原稿読みもできますみたいな。原稿読みできへんやんから、ね、カゴ下げるって書いてるやつ。でもね、メッセージで滑舌良かったですって。滑舌が今悪かったやないか。滑舌という言葉が滑舌悪かったやないか。でもまあでも、はい、結局吉本もそうやけどさ、うん、まあこれしかやらん、あれしかやらんっていうよりも、今もうほとんど何でもやりますっていう人が仕事めちゃくちゃ増えてるから、今の時代のニーズに合ってんのかもしれへんで。いや、ある意味ね、本当にね、化ける可能性はあると思う。本当ですか、うん、なんかね、例えば川田博美というんですか、はい、あ、まあ、いつ読めるよるとか一緒に仕事してたけども、はい、まあまあ
ミヤネ屋やってやってけど、もともとずっこけタイプやったんですよ、もともと元来はね、はい、それがまあ東京行ってフリーになって、まあ、もちろんミヤネ屋っていう大きな看板があって全国ネットになってからやけども、じゃああいつ何でブレイクしたか言ったら、まずスキップが下手やったっていうのと、うん、で印象にありますあの嘘ですけど、あいつ小豆が好きやって嘘ついてるんですよマネージャーに聞いたらそんな好きちゃう言ったら、まあ、その自分のキャラみたいなところをしっかりこう乗せていくために、時にはそんなに好きじゃなくても好きでええやないかってことやな。でその風になる、化けるかもしれん要素はある藤岡一号はっては思ってますよ。あのギシャンまで行ってしまうと、もうほんまにポンコツのみやから、ギシャンがやっぱこう自作自演が今広がってきたからそうなんですか、そんなことないと思う、焦りって怖いなと思うんですよ、まあ、やっぱ藤岡ってまだもうがむしゃらやんか、うん、がむしゃらにパンチを打ってる状況やから、当たったり外れたりもするわけですよ、ね、でもギシャンぐらいのキャリアって、その自分は先輩や、ね、まだそれを受けて一番古株になった時にやっぱり自作自演みたいな、自作自演で何をしたいよやっぱりそのそうでもない稲荷差しを持ってきて世界一やって言ってみて話題を広げてみるとかあれは本人が分かってて言うてんかい俺で、ね、もう一回聞き直したんですよ、珍しくね、あ、まあ、ちょっと心の中で引っかかっとったんですわ、うん、ほんまに、あの黒田さんは横なんで表情が見えないんですよ、見えない、私は、ま、真正面にアシスタントのがいてるんで、喋、はい、ってる顔は見えるわけですよ、うん、ほんならそのいなり寿司の下りの時も俺はまあ黒田の顔を見ながらチラッと、うん、ギッシャンの顔も見るわけですよね、はい、その時にギッシャンが、はい、ほんまに嫌がってる時はもうむくれて むくれて鼻もむいてですよ、うん、何よってなもんなんですけど、うん、北総縁でるんですよかかった女思った通りや、思った通りやね、俺そんな嫌やわ、だられの 俺が思うやね、俺、まあ、本人は違うくじゃん、俺が思うにもそれは来た時から作戦は始まってたみたいな、なるほど、それをもう稲荷持ってくるとこからもうその自作自演は始まってるっていうとこって俺は気づいたんよ。ほんならそんだけ作詞になってる、作詞になってる、だからそれはやっぱりその藤岡一号というピュアな天然が現れたことによって作り物の天然にこれで今ガテンいたかもしれないけど、何日か、そう、僕はそういう風にやって受け止めてなかったから、黒田さんは 俺は黒田さんの時は喋ってる時に、あ、黒田さんまだ魔法にかかってるな俺はもうちょっと溶けつつあったから、僕ね、うん、何日前やったかな、今3日4日前にLINE 来ましたね、ギシャンから、うん、で前にね、僕の家でギシャンがカス汁食べたことあって、おうおうおう、先週もカス汁の話しとった、ね、ちくわでよ、あ、ちくわ美味しい、向川さんの時ね、はい、でカス汁の俺が作ってた食べさせた時に、こんな美味しいカス汁食べたことないということを言うてきよったよ、うんね、作り方を教えてくれって言うから、一応 LINE に出迎えて、だいぶ前ですよ、はい、送ったやん、お前3日ぐらい前にできましたけど美味しくないです、書いたままやけどって言って来たんよ、うん、ね、うん、なんか黒い物体が浮いてるんですね、ちょっと粒の中につぶつぶと、でこの黒い物体って何やねんって言ったら、そのだしパックを あれ袋のままやるやんか、はい、ああそろそろの、それをこう開けて入れてるからこうなるってことで、それ開けるとアクも出るしえぐみも出るからあかんでって言うたんよ、ほんでら分かりました、今後気をつけますでできましたっていう写真を送ってきよってんけど、うん、お裾分けしましょうかってきてんけど、もうねお飯を超えたんですよお飯超えちょっとごめん太田、ちょっと俺の携帯持ってきてこれね、これ女、俺今こいつなんやねんと思ったんやけど、今のあやらの言葉で言うと、うん、もうこれ、お飯すらも取ろうとしてんのかと、向川六者さんのむちゃくちゃそういうことを言われるのが嫌がるお飯あるやんか、ある生粋のお飯、生粋のお飯お飯と思ってなくて作ったものがお飯だったというお飯あれでしょ、おでん雑炊、おでん雑炊を上から取る、おでん雑炊を場所も上から見たらそれも砂漠ですよ、ね砂漠みたいな状況ですよ。でもそれはもう僕らはこれをお召しちゃうかなっていうことをまあ嫌がる、うん、嫌がるけどお召しにしか見えない、うん、でも俺はその話を聞いてピンときました。何？去年の、はい、ね、はい、大晦日の年越しそばからもう始まってるんですあったな、あったやろ、あった、もうあれもう俺からしたらそのもう自作自演なんですわ
だから学習能力だけはそのお飯とかそういうこと学習能力が多分あるなんか覚えあれ何やったっけあのあれあれ年越しそばです。へえ、こんな年越しそばあるかいっていうどんなおそばなんですか。いやもうほんまになんかあったわ年越しそばじゃないっていうこれもうだ誰しもが突っ込んでしまうレベル。へえ、俺たちはまだその時魔法にかかってたやな。でも先週前の俺は稲荷でピンと来た俺は来てなかった俺乗せられたんや表情その表情俺たちがシャニムに喋ってるところその表情を見た時に、はあ、俺はそうかかってたんやなっていう俺はやで、ね実家にもお振る舞いしに行こうと思ってます。鍋いっぱい作ったので、うん、もしよければ明日にでもお裾分けいたしましょうかって言ってね。あ、見てもですかうわ私も見せてください。わうわもう味噌ちゃんこやんか汚いやろ汚いやろもうでもカス汁っていうものを自分のデータの中に入ってるとするならばカス汁って白なんですよ、うん、そうで白の中に鮭の赤があったりとか、うん、そういうことですよね。だからそういう、うん、この薄茶色でもなんか旨味は詰まってそうです。いや人にあげるようなもんじゃないやろこんなもの。まあ失敗しましたっていうことよね、うん、こういうふうに教えていただいて作ったけどもこんな感じになってしまいましたすいませんやけど、まあ、ここでお裾分けしましょうかっていうところにもうすでにこう仕掛けが旦那は食欲を失ってますとか、ね、あそれはまあ正解でしょうねそれはもちろんそうでしょう、まあ、そこに関してはほんまやと思いますよ。いやーこれだからそうかそうかやっぱりその宇宙海1号の出現でそういうこと出現でやっぱりそのでも天然は2人いらないっていう感じかな、しかも若さには勝てないっていうことですよね、うん、でも来年はほんなら飛躍の年ですなにしたいです ねしっかり地に足つけて。そうです来年が30歳なの10月で30歳なの、ね、だからもう、はい、あのビール工場 の仲間たちからも LINE が来たりとかしました。はい来ました。聞いたよって親戚からも聞いたよっていうお話いっぱい来 て、うん、聞いてあでこの間あのそのそれこの番組のファンの方に会う機会があったんですけど、うんうんな涙してくださって私を見て泣いてくださってなんであのお会いできて嬉しいって腰砕いて腰砕いて立たれへだったやん、ヘラヘラってなったやん、一号さんってそんなおかしい、ま、泣いてくださったんですよ。その時点ではどういうことや、2回しか出演したことがない藤岡を見てです、ね、2回やね、もう何でも出てたら別やで、はい、たった2回しか出てない藤岡を見て、藤岡見て腰が砕けた、砕けてうわって泣いてくださって、ほんなら俺らって俺らにおったもんじゃ亡くなってまえやねん、逆にもう病院連れて行けよ大丈夫かいな精神状態。そうです、あのもう本当にあの、もともとメッセンジャーさんのファン でメッセンジャーさんの入りですけど今私のファンとなって応援してくださってそれは2回しか出てない、まあ、いや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 か、はい、あのおいくつぐらいの男性の方、女性の方です、で30代やと思います、同じぐらいのレアケースやんか、そうですね30代後半ぐらいですかね、後半ぐらいでね、はい、腰砕けて、はい、でその2ヶ月の度にこう何もかも忘れて大笑いさせてくれてありがとうって言って、メッセンジャーさんがこう大きな声で突っ込んでるのがすごく楽しいって言ってくださいました。なるほどな、よかったね、はい、でファンもね一人増えて、次ほんならあのギッシャンがどんな人と会ってくんねんな嘘をつくのかあいつは顔が取れたんですよ藤岡が会った人は腰が砕けて涙が、私は顔が取れましたと私もありましたと私もそれよりメッセンジャーがファンという人と会いました。いやそれも嘘って分かるわ、何もなんでも俺が鈍感やとしてもそんなそれはないでみたいないやでもね我々もこうやってまあ今回はもうあの今年になって竹林さんが入ってくれて、はい、竹林誰やねん竹林ね、竹村さん大体やねん竹村さん、ごめんなさい、竹村さんとで藤岡一号が入ってくれて、はい、またあの雰囲気の違う方々なんでね、はい、まあ、楽しいよね我々からすると、うん、ありがとうございます。やっぱりね3人と5人やったら違うのがそらちゃう、うん、なんかやっぱり久しぶり感があの他の人にもあるもんな、ある、うんうん、やっぱり向川さんもしょっちゅうは俺きついね、はっきり言うてちょっときついね、
うん、なんかそんなんじゃないような気がする。だからまあ週に1回ずつ皆さんと会うっていうのは新鮮で、新鮮になってきたよな、ね、これはありがたいに、ね、私もあの毎朝見てるあの NHK あドラマね、はい、ドラマありがとうございます、はい、この目の前にできて嬉しいです。目の前に来てんじゃないわ誰が目の前に来てやねん、わざわざ来てくれたみたいなお前に会いに来たんちゃうぞお前坂上さんやと思って、お前にこれがホームやと誰が坂上さんやねん、見てへんやないかお前見てます坂口や、ごめんなさい坂口さんやと思って、はい、いや思わんでいいですよ、そのリスナーさんが私がその趣里さんに見えるって言ってくださって、うん、見えへんわお前そんな顔近くないわ趣里ちゃん、近くですか私、近くないか趣里ちゃんで見ない顔めちゃくちゃ、ね、実はめちゃくちゃちっちゃいちゃうの、いやレベル耳がちっちゃいねこいつはだから聞いてないか聞いてない、ね、耳の幅をあの向川さんと比べたい耳でかいで、あの人あそうなんですか、うん、副耳ですか、副耳じゃないね、でかいね、副耳な、副耳タブが大きいでしょ、うん、あの人全体がなんかミスタースポック的な大きさだね、懐かしいね、いやだからまあ今後もね、はい、いろんな層のファンをつけるようにまた来年ともでも頑張っていただきたい、はい、よろしくお願いします。藤岡は、まあれ、うん、毎週っていうかね来てもええけどな、2ヶ月で1回じゃなくてもな、え本当ですか何やその格好そんな格好するやつ、そんなチャンスありますか、昭和やぞお前、何やそれ、何の格好やそのチャンスがあるならよろしくお願いします、スペースがあるならね、あのバスへのスナックで働いてたことないかいやいやないですよ、そないです、ぴったりですか、うん、ねえぴったり、いやいやこんだけ色気ない人も久しぶりに見ました、あそうよく言われますなあ、で逆に安心よく言われます安心安心ですか、うん、そう思ったらな、あの化粧も古いしちょっと濃いですかね、なんか古いよね、あ本当ですか、だから昭和に戻ったみたいな感じで色合いも、服装もこの色合いがちょっと歌謡曲っぽいですかね、あ確かに、いやいやかまぼこっぽい、かまぼこ赤かまぼこの感じがする。今度仕事させてもらうんで。させてもらうしな。うん。なんか俺らからすると安心するんでね。はい。まあファンが増えるかもしれない、ね。いいこといいこと。行きましょう。さて、はい、テーマでございますけども、まあ今年1年振り返ってね、まあうちで喋ってたんですさ。もうほんまに、あの何回か言ってますわ、ここのソリオケメッセンジャーでも。あの、お金つこた1年やったなぁ、言うて。なんかいろいろ潰れたし。もうシャワー、ヘッドは壊れ、病院代も給湯器は壊れ、病院代もそう、で、便器もそう。まあ10年ぐらい経ったらみんなそうなんねんな、で、まあ、クーラーもそうか、でテレビも変えて、うん、もう結構変えたんです、うん、でもう今年お金作ったのはまあどうのこうのって言って、まあ、仕事に行く時に、はい、まあ、洗面台でね、うん、まあ、歯磨いて、はいはい、で髪の毛バーッとやって、はい、でとりあえず、まあ、一回、自分の部屋に戻った、はいはい、でもう一回洗面所で、髪の毛をセットしようかなと思ったら、どうした洗面所の下がびっしょびしょやった、あら破裂したびっしょびしょで廊下まで水がズワーッ、それ危ないでよお前、それ危ない、それ下俺ならってなって、とりあえずもう水をさバーッとこう拭くやんか、はい、拭いてパッて洗面台見たらシャワーがあって洗面台の受けがあるやんか、はい、それが割れてんねん、バキー割れてるんねん、なんでそんなことなんの、不吉ですねなんかそんなちょっとなんかよちょっとずつやっぱり当たっててとかそういうことやね、それが割れてるからそっから水が漏れてるんですよね、でそこで内装屋さんに来てもらってちょっと来てください、もう水がバー漏れてるからもうシャワー使われへんの、洗面台が使われへん、歯で下に漏れて下に染み込んだらもうえらいことやで、歯も磨かれへんしそこで何もできへんからこれ大変やんか、でとりあえず来てもって見たらその今の、まあ、うちの使ってる洗面台って樹脂でできてるんですって、樹脂 で、で樹脂は正直言って10年たとか15年たとか、うん、こんな割れるもんじゃないと、うん、あんまり聞いたことない、でうちんとこもそうかもそうやろ、うん、で多少重いものをガーンって落としたとってこんな割れ方するわけない、なんやろ、ヒビが入ってたんでしょ、ヒビが入ってもう割れてしまって、ね、バカッと、何やろ、なんかこの洗面台の上に乗って飛び跳ねたりしてたりします、来たかとう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 来たか、そんなことでもせん限り絶対に割れないっていうの今プロレスに息子がハマってるとかないですかこれね次男がね、次男バスケットでしたな、次男バスケットなんですけど、もう一つこの鬼滅の刃みたいな感じでねでそのクリスマス何が欲しいねんって言ったら、うん、あった言うてた刀っていう、でっかい刀な、でっかい刀、でもそれやめとけってなったんや、うん、その刀を持って振り回してあっちこっち飛び回るようなことはしてたんですよ、見てたまあ俺はまあまあタンスとかベッドの上から飛び降りたりって見たりとか、まあまあ、あっちこっちから飛び降りて見てて、でとりあえず長男には聞いてみて、お前とりあえず洗面所でバットは振り回してないかと、意味がないからな
いや俺はそんな狭いとこでは振り回さへん、とりあえず大きいとこで振り回してテレビ壊すぐらいやと、それもあかんけど。ほんで次男に、お前ちょっと洗面台の上にめちゃくちゃ怪しいしな、もうすでに飛んでるしな、乗ったことあってそこで飛び降りたことないかとか聞いてみたら、それはまあ子供やな、わかんねや、うん、子供やな、ないよと言うけどもあるような顔好きやわ。もうそれで割れてお前が右往左往してそのタオルで拭いてるの見てるし、てる、何かあったぞと、もしや洗面台で何かがあったらもしや。なるほど。これねほんまに、で、あやらはどないした、お前乗ったやろ。いやそこは僕証拠がないから。あ、 お優しいですね。いやくぶくりんこいつやろと思ってるけど、証拠がないから決めつけられへんやんと、うん、でとりあえずどうしたらいいですか、もう全面変えるしかないねんて。もう割れちゃったらそうやろうな、割れてとりあえずパテで埋めてもうて、とりあえず、今はこれでしのぎますと、うん、ただもうまたちょっとでもなんかこう体重乗せたりしたらずれるもんやから、もうとりあえず今はそーっと使ってください。どっちにしたかって変えなあかんねん、どっちにしたか変えなあかんねんけど、 あそこで乗ったらそんななんねんね、知らんかった、ほとんどそんな聞いたことない。ほんなよっぽど飛び跳ねるとかそんなアホおるよな。刀を持って振り回すとか、そんな広いうちでもないのにやね、うん、それはやっぱお前じゃないには言われんな、証拠なかったら、うん、まあ、それはもう限りなくお前やろうっていうあの口調では喋ってるよ、うん、それどう考えてもパパもママもここでなんかするようなことないし、うん、兄ちゃんがいくらアホでもここでバッと振り回すこともないやろ。考えてみたらこれは4人家族のうちお前かもしくは知らん人がやってきてそれをやったかどっちかやと。でもそれはやるはずがないし、いやいや、うん、何もお金も取らんと、そこで上だけ洗面台だけ出ていくような、これは聞いたことない、わざわざ、うん、なピッキングして、うん、扉開けて、それだけのために。でもまあそう言うたら、まあ、僕じゃないと。でも普段、まあ、いくらその俺たちが言っても、まあ、自分から勉強するような子じゃないのに、うん、それ言うた瞬間次もうすぐ勉強してたから、あ、まあ、これはそうなんやなっていう感じで、テーマでございます。いくらかかったと、ちなみにまだ見積もりでも見積もってもらわなかん、もしバレたらえらことやろ。それってもうピタッとはめなあかんねんで、下だけ割れただけやねんけど、上の全部鏡の上から全部取って、ガッサー取って、壊して、水道管のところも全部こうやって全部取って、もう一回貼り付けなあかん、ね、うわ、何20万40万でしょ、100万は、いや、それはそれはない、それ多分安くて15万ぐらいちゃう、多分分かれんで、5万で行くかい。内装屋さんもちょっとこれ分かんないですねって一回そのメーカーに聞いてみます。今ほんでまたもうそういうのものが値上がってるやろ、うん、そうですよね、泣きたいわ俺。いや15万じゃパラ無理やで、それ。そんなん言うなや。いや言うなやじゃなくて、普通トイレとかでも便器変えるっていうだけでもうさ15万20万なんだもん、20万ぐらいは正直でいるよね。そこにいろいろつけるやんか、やっぱり。さあ分かるけど、そんな言うなや。言うなやじゃなくてやんか。もうないで。30万はいくんちゃう、俺の勘では。30万超える方で無理やって。いや無理やからちゃうで、飛び跳ねてんから。そんなもう堪忍してや。いや俺多分30万いくんもんで。いやあのお前し俺のとこもな、あの家淡路あるやんか、淡路もあるし今のマンションもあるけど、何が金かかるだろう、水回りやもん。水回りがドーンと上がるもん。もう他のクロスだって、クロス張り替えでだいたいね、6畳6畳、まあ、8畳ぐらいでだいたい10万円ぐらい。うわ、かえ、そんなすんの。クロス張り替えのかかるで。クロス張り替えの、うちんとこは15万したけどな。うちの嫁が勝手に電気消したら星になるやつはやるから。誰がそんなもんにせえと、恥ずかしいわ。素敵じゃないですか。ロマンチックやれへん。電気消したら俺がお前。まあ、あれちゃうの、黒田さんの生まれた星座とかファーって。でへんでへん。めっちゃ綺麗な星でへん。俺、白やったら何でもええって言うたら俺が悪いんやけど。それ寝室ですか、加工してるやつや。リビングや。恥ずかしいねん、だから寝ようと思ってたらめっちゃ俺がそんな顔ったら俺もう天に昇ったみたいになるやろ、星だらけで。でそれで大体10万円ぐらいですわ。じゃあ15万ですで、僕の前の時の6畳の8畳ぐらい、6畳8畳の部屋の時で、まあ、10万円ぐらいは。クロス言うたら紙貼るだけやもんな、いやな、聞いたからそれぐらいやっぱ取るやん、職人の腕で、職人さんと。でしやっぱり綺麗にそのなカッティングしてくれて、 それがお前あの壊して持ってきて取り付けて、しかもあのメーカーに言うて、でなあのシャワーのところとかもあるし、まあもう大きな声で言われへんけど、ほんまもう藤岡石子と直行こか。なんでやねんお前ついていかんねん。お前ついて横で俺とりあえず立っとくだけでええやろ悪いやろお前、昭和プロが許すかお前、なんでお前おんねんみたいなあるやろ。
なんでそこから金持っていかなかね、お前。頼むわ。頼むわ、ちゃうねん。わかりました。いや、でもそれでかいな。でかい。で、またお前、水回りばっか多いよね。いや、だからこれもう風呂も時間の問題ちゃうか、言うて。これほんまにだからもうだんだん順番に来るやろ、トイレ。それやったらもうお前もいっぺんにやってもええかもしれんぞ。風呂壊れてないね。いや壊れてないけど、俺やったらもうそのまたちょこちょこするんやったらもういっぺんにやろうって思うタイプだから。何してくれや。で便器は大丈夫なの？便器はまだ大丈夫。いや、あのなんかペチャッとあったかいの貼ってたって言ってたやん。なんかそれは別はもういくらなんでも貧乏くさいよ。いやいや、でもあれなんちゃうんか、あのあったかいのみたいな。いや、もう全部その便座は取り替えました。取り替えました。じゃあなんぼしたん？それは安かったです。4万円ぐらいです。俺あんまり取り替えたことないな、あれ。あったかいの使えへんから。いや、あったかいの使えへんし、あのウォシュレットも俺あんまり使えへんねん。わかる。私も1回しかないです。汚いな。汚いねん。汚いねん。お前が一番じいやないか。ウォシュレット洗いすぎて、ね、洗いすぎてやないねん。汚いな。いや、お前水虫もやまいしかも水流という刃でも傷つけられてしまう。赤やないか。いや、だからあれあんまり俺は壊れへん方やけど、はい、アイアラみたいにめちゃ使うってやろ。頻繁に使うと壊れます。今日家族多いしな、4人やし。ということでテーマ、はい、最後の最後に、はい、ということでございます。テーマは最後の最後に。採用された方には番組ステッカーを、一番盛り上がったメッセージをくださったお一人には現金3000円をプレゼントします。来週金曜の午前中までに届くようにお送りください。宛先です。ファックスは大阪 06-6809-9090 06-6809-9090 番です。メールはおばちゃんアットマーク mbs1179.com アルファベット小文字で obachan アットマーク mbs1179.com です。はがきは郵便番号 530-8304 MBS ラジオそれゆけメッセンジャー、今週のテーマ係です。読むの普通やね。たくさんのメッセージお待ちしています。機能性靴下のエコノレッグとカニ松葉がお送りする今週のそれ受け目線。今週は藤岡セレクトです。お一人様意識が大きく変化。博報堂生活総合研究所が25歳から39歳の男女を対象に行った調査によりますと、この30年で一人でいる方が好きな割合の方がみんなでいる方が好きを逆転しました。 56% の人が一人でいる方が好きと答えました。どちらかといえば一人で行きたいと答えた場所では、1993年の調査より一番増えたのが喫茶店カフェで、前回の 20% から 53% に増えました。ただ原稿を読んでいるだけなのになんだろうこの緊張感。小難しい話をしてるわけでもなく、転校生が本読みしてるような気がします。緊張の中でなんか注目されるな。俺よもかすいません。いや、やらせてください。これはなぜ選んだの、藤岡一号は。私はどちらの時間も好きなんですけど、一、うん、人もみんなの時間も。あ、そうですか、はい、うん、でもほんならこれ関係ないな。それやったな。私お一人様が好きなんですよねやったけど、どっちも好きなんです。一人でもみんなでも好き。そんなもうええやないか。でもそれはそんでいい。それはそれでええねや。なあ、お一人様の意識が大きな変化やってる。はい、で、前から、うん、昔から一人で行動するというか、いろんな場所に行くことも全然苦じゃなくて楽しめるんですけど、まあ、いい、結構周りからは、うん、ジロジロ見られてしまったりとか。一人で今でも一人のご飯食べてる女性も多くなってきましたよ。昔の3年間でどうしても個人行動が増えて、はい、もう常識っていうか変わってしまいましたからね。でね、女子の人がね、昔やったらその牛丼とか食べるの恥ずかしいとか、確かに焼肉食べるの恥ずかしい、もう今そんな時代じゃなくなって、まあね、男の人女の人もカウンターで綺麗な女の人が焼肉食べるなんて時代になってきたから、俺らも違和感感じないでしょ、はい、牛丼屋さんにいてはっても、ああそうなんて、これが10年前15年前20年前やったら、あれこの人なんか寂しいかなみたいな感じになってたけど、今そんなことないんで、はい、それが藤岡ちゃんが今一号が言われるっていうのは、どういうとこ場所行った時のこと。もつ鍋屋さん、もつ鍋、あと民謡居酒、沖縄の民謡居酒屋と、うん、あとお寿司カウンターに座ったりとかすると、 もつ鍋屋っていうのは一人鍋じゃなくて、もつ鍋専門店で一人ですか。あ、そうです。それちょっと変わってるよね。福岡に
あの前のビール工場の時代に出張でいろんなとこ行くんですけど、はい、どうしても福岡に行ったのでもつ鍋が食べたいと思って入ったんですけど、うん、やっぱりこうじろじろ見られたりとか、うん、なんで一人で食べてるんですかってこうグループの人に言われたりだとか、多分その一人で食べる例えば屋台とかさ、うん、カウンターだけのお店とかきっとあるけど、うん、そのみんなでワイワイするような場所に一人で行ってやで、もつ鍋一つって言ったらまあそれは目立つとは目立つけどな。ああいうとこで2人前からとかじゃなってへんかい。あでも1人前からやってくれたんや。やってくださって、それでもじろじろ見られたりするので、うん、まあ、もうこれを機に一人の人を見てもこうなんかちょっかいかけたりだとかはしないでほしいな、うん、ちょっかいかけられたこともあるの。なんかその席があるかないかわからない時とかに、うん、膝座るかとか言ってきたりどうぞ何屋さんやねんそれその店選びからちょっと考えようかやばい、そのそなんとなく雰囲気であれだ地元の人ばっかり。いやでもそこ素敵なお店なんで、イタリアンとかちゃうやろ。お寿司屋さんです。ここ座るか、お寿司屋さんでここ座るかって言われて、常連の方やろな、はい、うん、でそういうのがちょっとなんかなんていうんですか、あんまりあれなん、そういうことをなんかシャレで受け流せるタイプではないの。なんか一人で食事行くときはもう食と向き合いたいのであんまりこう構わないでほしいというか、まあそれはそうやわな、はい、なのでまあお酒も飲まないでしょ。そんなお酒飲みます。あ飲むの、はい、うん、それ寂しないですか、もつ鍋で一人で。こうなんていうんですか、喋ることをせずにその福岡のもつと合わせてビールとこの時間がすごい好きなんですよね、一、うん、人でこうじっくり味わうのが。お一人様の方がいいんじゃない、お一人様意識強いんじゃない。でもなんかこういうその発言だけでもこう BS とかに結びつきそうな企画よねまあでもあるやんこんな企画、まあまあ、あのなんとかのグルメ、孤独のグルメ、孤独のグルメも一人で、うん、若い女の子がその町中華食べたりするのもそうやけど、そんな番組多いからな、うん、今 YouTube でもなってきてるやんな。多いですね、うん、なんか YouTube でやったらええんちゃうの、はい、私ですか、うん、私以外誰がおんねん。ごめんなさい。いやでも今やってるからな、それな。もうええか。そうですよね。もう2番線時間ありますからね。2番線時間。一緒にやっていただくのはどうですか。ええよ。あ、いいですか。うん、俺お金いるしな。私払うとこですか。お金払わなく。洗面台ないの。だって俺お金いるから。洗面、洗面お前藤岡一号から金取ろうとすなよお前。辛いわ。藤岡一号から金を取るんじゃないって。藤岡一号と一緒にやってお金を生み出すってことやろ。はい、はい、そうです。いかがでしょう。ちょっとあの厳しい仕事でも受けてくれるか。あもちろんです。なんかでお前利用されるって。えどういうことですか。相原に利用されるってお前あかんって。こいつ楽してお前利用されるって。全然やります。あかんか、それはあかん、それはあかん、やめたこれ。スレスレやけどごめんね。ガスボスレもうまたビチビチの服とか持ってくるやんか。もう金なかったそこまで行っても、ほんまにな。でもまあまあね、でも今はもう女子の一人旅っていうのが、うんうん、実は増えたんやろな、やっぱり。あのカニ、このカニ松葉さんですか、はい、のとこでもまああのカニ、今特にカニのシーズンやんか、うん、ほんまに増えてんで、ね、女の一人で、しかも40代とか50代とか。でもうカニを食べに、うん、もう嫁、旦那と子供、もう子供も大きなって、もう旦那ももうほっといて、もう一人でバス乗ってカニツアーに行ってカニを食べる。でこんなんで迎えたら、カニなんだけど、なるなる、何も考えんと一人で宿ったとって美味しいもん食べて、これ意外とやっぱり女の人に多いんかもしれない、ね、女の人でほらグループ行動したがるやん、どうしても、はいはい、ね、でそれが煩わしかったりすんのやろ、うん、みんなで行ったりもすんの。します。どこに。鳥取に行ったりだとか、関東も行きますし。何の友達なんですか。あ、高校生からの友達だったり大学の友達だったり。オーバーリアクション何とかしてくれへんかなあ、はい、なあ子供ショーやないねんからさ。あとその前あの前のケーブルテレビ局のお友達だったり。あ、それまだつながりあんねや。はい、あります、でなんかこう、まあ、形になるっていうか、これ、まあ、おっさん一人で行くっていうのはちょっとさ、まあ、行く人もおるんやろうけど、一時巨人師匠がさ、まあ、バスツアーハマってらっしゃらなかったですか、一人で行って。なんかそのなんかバスツアーはなんか楽しいらしいね、まあ、みんな巨人師匠してあるから、まあまあ、知らんおっさんじゃないですか、巨人師匠って分かってるから、その知らんお客さんの中で巨人師匠や巨人師匠やったら、だってみんなでその現地ついてみんなでしない人と喋ったりとか。すごい社交的やな。でもね、なんかあそういうことをもうほんまはそれをできる人とできない人おると思う。あいやら多分できへんわ。え、いやできますよ多分。できへんやろ、うん、これ1万円くれるとやるやろ。1万円くれもうやるよそれ。1万円もういらんで。 やめてや。俺もどっちかってダメ。俺ね普通喋るのは全然大丈夫なんですけど、あの急に超えてこられた家、ね、あみたいな、あれもうあかんねん。
分かるやろ。だから一人キャンプってさ流行ったやんか、はい、俺あんなんやん。で俺そのコロナ禍の時に、うん、ちょっとまあ家の近くじゃないけどもそういうとこ行ってさ一人でちょっとねこうまあ、料理じゃないけどこうなんかしてちょっとこう過ごしてみようかなと思って思ったで行ってん、はい、あらすごい。もうほんまにほんまにやることない時もあるやんか、まあ、コロナ禍な、コロナ禍の中で、うん、1時間やな折れて、何テント張ってあったの。テントじゃほんまに ちっちゃい簡易の、はい、あ, る あ, るあるのよ、バーベキューセットみたいな、うんうん、ちっちゃいので、そこでこう動画とか見てたらやりたなってくるやん、うん、コーヒー入れたりそうコーヒー入れたりとかお米炊いたりカップラーメンとかでもまあええねん、うん、そのお湯沸かしてこうじーっと何外を見ながらとかこうのんびりした空気をっていう、うん、もう1時間やったな、うん、もうええわ。何が嫌かよと、もう30分したらもうスマホでなんか変な動画見てた。もういつもどこでもどこの動画やないかお前。俺何してんのやろ思ったもん。自分が嫌だった。自分が嫌だった。で、まあだからそのあらかた捨ててきた。それどうなんですか。片付けるのも嫌やったからもうあらかたそのゴミ箱に捨ててきた。そういったら女性の方がやっぱそこで、ね、そうかもしれないですね。自分に酔えるのよ。女性の方が。そうかもしれないです。そうでしょ。男性の方がどっかでね冷めてるんですよ。あ、そうかもしれない。うちの嫁でも結構一人でどっか行ってるもん、京都とかでも。だから そこの空間に いる私っていうことで酔えてるのよ、うん、目的がはっきりしてるわ。京都のなんかこの前も何々見に行ってやろ、そうそう盆栽を見に行きたいとか。そう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 だろ、うん、あんまり男それあんまり、あんまある人あんのかな。よっぽど好きやったら別やで、よっぽど好きやったら別やけど、そんなあんた時間の使い方、女の子の方がうまいような気するよな。自分の好きなことでやるんでしょうな。うん、なんかね、男は新しいことしようとせえへんやんか。そうなんですか、皆さんがですか。新しいことを若い時と違ってやっぱりね、50のって習えて言うたもんで、新しいことするのにやっぱりこうっとこう今までのんがええねん。外食するんでもう知らん店に行くのにどんだけ下調べすんねん。わかりました。もうほんまにいろんなコメントチェックして、大丈夫か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 。いやそれはわかります。定休日やったりする。そこは見てなかったんかい。そうやね、臨時のな。そうやね、臨時のな。なんかそのなんか男は本当にだからあのなんて言ったらいいの、その安定のあるダメもんばっかり。マクドナルドでも新メニューとか、まあ言う人もいるかもしれないけど、ほぼほぼ自分が決めた以外の冒険はしないみたいな。なたまにしたら失敗するし。でね、ねやってたまにこんなやって、もうちょっとスノーボーでも50になってからやってみようか。大怪我。大怪我。もう3ヶ月ずつ仕事できへん。ほら見たことかみたいな。やっぱり女性はその辺はやっぱりいいな。アグレッシブね。そうですね、うん。もうどちらも認め合いたいなと。思います。まとめんなよ。以上今週のそれゆけ目線でした。スーパーコスモ新井光さんグループと播磨灘さん生ガキのマルト水産の提供でお送りします。すいません、相原ですが、どうか背中を押させていただけますか。神様ありがとう。このコーナーは皆さんが迷っていることをうっすら知っている相原がどうしても背中を押したいというので仕方なしに解決させてあげるコーナーです。前回の悩みね、明石市のムーロンさん、社長は、蚊に触ると土台に散らすと、うん、また事務員の愛人では出しゃばりで意地悪、自分の株を上げるために、些細なことをもう社長に告げ口します、うん、周りは社長に言えない、言えるのか、言えないのか、それが普通なのか、何も言いません。会社の雰囲気もめちゃくちゃ悪く、こういう会社を変えることはできるのかと、会社の雰囲気はトップが決めるんで、あんまりこのね、順ずるしか、うん、まあ、それから戦うか、ね、やめるか、うん、この3つしかないんですと、よと、はい、改革と言うても一人でこうなかなか難しい、しかもそのワンマン社長であるなら難しいと。まあ、ダメージを与えるには社長の自宅に愛人の存在を知らしめるというのも一つありと。はい、これ本当にまあ、改革ということではないですけども、ね、今話題になってるダイハツさんでもあれ内部告発みたいな感じでしょ、うんうん、だから中にあることはやっぱ外に知らしめてるぐらいじゃないと、中からの改革って多分ね絶対難しいんですよ、うん、権力者が中枢におるんでね、だから外からの外圧でしか多分中は変えれないから、まあ、それをまあ愛人さんとこう、まあ、写真撮って送りつけてみるとかね、社長のお宅に、まあ、そういう、まあ、ただ家がごたごたするだけで会社の雰囲気が変わるかどうかは分かりませんけども、まあ、それはどうなのか、どこの会社でも良くも悪くもそういうもんだとは思いますけどもね。お返事いただいてます。
早かったですか。いや違う、あのその芝居がかったお返事いただいてますが力入ってるな。ものすごい感情が。もうちょっと肩の力抜いたら。そうですね。リゴさん。すいません、リラックスして。リラックスして。はい、お返事いただいてます。はい、私の相談に乗っていただきありがとうございます。うん、会社を変えることは難しいというお言葉と、決断には3つある。会社に従う。会社に抗う。会社を辞める。私は曲がったことが本当に許せなくて、何かにつけて社長は法令遵守やとか、コンプライアンスがとか言ってくるのですが、その度に。コンプライアンスがって言うくせに。そうなんです。もうこの方も同じように、どの口が言ってるんやって苛立っているそうです。かといって、社長に反論すると論破されるのが目に見えています。まあね、私の気も弱いんです。この会社でもやもやしながら働くのも、ストレスが溜まって病気になりそうなので、もう辞めます。あら、まだ私も42歳なので次に行きます。20代ちゃうかったん。すごいな、42なの、うん、はい、前は年書いてなかったですな、うん、確かこれあの42代役後役やね、あそう最後の役やね。これはでもあのどこの会社でも大小あって、うん、もやもやせえへん会社って世の中にあるんですかね。まあでも明るく働いてるとこあるよ。あるか、うん、あるある。そこにたどり着けるかどうかか、まあ、だからやっぱりそのお給料はちょっと 安くてもそのもやもやとかイライラしない会社っていうのはあると思うけどね、まあ、一番ただ入ってみな分からんから ね、一番心配なのがその奥さんとかお子さんがいらっしゃるかどうかっていうところなんですけども書いてない。そうですね。でも決断ができてやれるってことは割と身軽なのかもしれませんから、うん、それで気が晴れるなりするならばそっちの方がいいし、どっかに誘われてるのかもしれんな、うんうん、それもあるかもしれんよ、まあ、嫌なとこでおって病んだりするのが一番辛いからね、うん、それを思うんやったら、まあ、そういう決断もいいのかなとは思いますけど、なるほど、何差し上げますか早かったですか。俺に言われても知らんかな。俺に言われても知らんかな。早くはないね別に感情が入ってないんじゃん。肩に力入りすぎやねん。ボールペンじゃないわ。ボールペンね。はい、差し上げます。ボールペン差し上げます。頑張ってください。はい、さあ、今週のお悩みをご紹介します。うん、ラジオネーム、天ぷらさん、兵庫県にお住まいの方です。うん、今週のお悩みも会社のお話です。仕事そんなんやらないですか。いらんねん。そんなんやらないですか。悩み悩みで中身の仕事だよ。すっと行け。はい。すっと行きます。仕事場での悩みをご相談させてください。はい、ありがとうございます。私の部下にあたる40代後半の男性事務職員は、とにかくガサツです。ガサツな、はい、うん、やたらと大きな音でキーボードを叩きまくったと思ったら、うん、まるで爆弾処理でもしたかのようなプハーというため息、締め切り間近の売れっ子作家のようにプリントした紙をくしゃくしゃっと丸め、あらあら、ここにタバコが切れた頃には貧乏ゆすりもついてきます。あ、まあ、典型的な人ですな。もともと大手企業で働いていたようで、プライドも高く、ちょっとしたことで怒ることもあり、注意をすることも難しく、皆遠慮しています、うん、呼び出して一言言ってもいいのですが、その後トラブルになることを考えると憂鬱です、うん、できれば本人にうっすら気づいてもらいたいのですが、相原さん、どうか良きアドバイスをお願いします。ガサツな方いらっしゃいますよね、やっぱりね。ガサツやけどプライド高い、うん、ピンと一人を、まあまあ名前出しませんけど、あの浮かび、なんか俺も同じ人ちゃうかな、もしかしたらね。どなたでしょう。ピンと来ましたけど、まあ、実際そういう人って自分何言う人が言うても、ね、分からへんね、気づかないし、気づこうとしないですし、でこれで来たみたいな、ね、仕事はで、ね、大手って言ってたでしょ、あのはっきり言ってね、吉本もそのパターンあるんですよ。あるある、どっかの肩書きで来たって言うて、まあまあできへんやつ多いねんこれ。あのほんまにできる人は手放さないですよ。そうやね、結局大手に出て、まあ、プライドだけ高いって当たり前やんな。仕事は若干できたかもしれませんけど、まあ、人間関係とかこういうことでやっぱり馴染めないから出されるわけですよ、うん、中枢によってね、この人がおらな回らんねんって人を誰が出しますか。いやね、そうですね、逆にこの肩書きをいっぱい言うてる人って、うん、もともとできへんやつ多いねん。あんまり肩書きってね、なんか言うのってどうかなと思ってするけどね。俺でもこういう時は、うん、僕は共通して思うんですけど、はい、いつもこう、うん、頭の中に黒田さんが現れてね、何言いにくいんですよこういう人って。確かにその大手みたいなところに来てて ねそれなりに年も食ってて、ね、なんか雰囲気だけはあって、やることはすごくガサツ、そして粗暴なんですよ、うん、普通の人はこういうことは言わないんです。で僕に関しては怒りがマックスになるまであんまり言わないんです。その怒りがマックスになるときもう嫌なことを全部書きまくったりとか、証拠を残しまくったりとか、もう全部積み上げてから上に報告したりとか、そんな姑息なことをするんですけど。お前が嫌なやつやね。そうなんですよ
黒田さんはやっぱそのね、やっぱこう初手では黙ってますけど2手目にはかますます、ね、初手は黙ってますよさすがにね、2手目にはバッとかます、バカッとかます。俺でもこれが一番効果的なんやなって早いうちにってことですか、思いました。あの、いいか悪いか分かりません。黒田さんが想像してると僕が想像してる人は違うかもしれませんけど、僕が想像してる人とはまさにこういう人やったんですよ。うーん、このお悩みにいただいた人とよく似てるような感じの人で、この人に関して黒田さんは割とですよ、2手目に行ってました、ね、バシッとバシッと行って、それはすごく効果的でした。いや本当にそうなんです、早いうちに。僕はもう 最初にそれを、若かったからでしょ私も、いえ全然もうえらい大人って言ってる、そんなこと、大人も大人もびっくりするぐらい大人でしたね。大人同士でこんだけやっぱ2手目で言えるってすごいなっていう。でもこれはあの意外とね、言われへんことを傘に来てこういうことをやってる人もおるので、うん、冷静な口調で やめてくださいよとかいうのはパシッとするのは悪くはないと思いますよ、うんうんうん、気遣いすぎてね、ガサツになってる場合もありますから、うんうん、まあまあ全然言わなあかんこと言うてええんじゃないですか、うんうん、会社の直接的な上司とかやったら別やけど、そんな高年上ぐらいやったら今ね普通に言うことは許されるんちゃうかな、だから、うん、嫌な思いしてんねやったら我慢する時代じゃなくなってますよ、うんうん、冷静に、まあ、こうこうこういうことでちょっと仕事の業務がはかどらないのでちょっと気をつけてもらえるようにあなた、あ、まあ、上司の方から言っていただけますか、多分これ普通のことだと思いますけどね、うん、それかもう黒田さんみたいな直接ね、バシッとバシッとだからなんだ、ビシッとバシッと、ビシッと黒田保つですって、何やこれ人気だぞ、どうなラジオ。そして最後は付け加えですね、しょうもない顔してた、はい、怖いそれで揉め事起きそうですね、と思いますよね。はい、あの皆さんもうっすら知っている相原に迷いをぶつけてみませんか。迷っている事柄を詳しく書いて送ってください。採用者には相原直筆色紙とステッカー、キーホルダー、千社札をお届けします。はい、色紙ステッカー2枚、藤岡1号の千社札を2枚差し上げたいと思います。はい、ありがとうございました。それではいただいたメッセージをご紹介しましょう。はい、今日のテーマは〇〇で大慌てということでございます。はいはい、福岡からいただきましたラジオネーム、ろくでなしブルースさんですね、うん、19歳の頃田舎に帰省した際、悪友と友達の家に行ったら不在でした、はい、なので道端に止めてあった砂ぼこりをかぶっていたそいつの黒のシーマに指で落書きをしました。ラジオではとても表現できないような言葉や絵を二人でワイワイと書きまくりました、うん、その夜その友達と連絡を取ると、何やら慌ててるので理由を聞くと、地元で一番恐ろしい3つ上の松本くんが誰かが俺のシーマに落書きしてきた、めちゃくちゃキレてるとのこと。あれから27年、まだそのことは松本くんにバレていませんが、あの時は大慌てでした。いや、なんかこんな昔青春やね、まあ、青春ですわ、バレんでよかったな、ね、どうぞ、はい、続いてラジオネーム、柊の父ちゃん、特住所からの方です。ある日帰宅して玄関の扉を開けると、僕と一緒にツバメが1羽家の中に入ってきました。ツバメはそのままリビングへ、リビングとキッチンを行ったり来たりで飛び回っています。何が起こったか分からず叫び声を上げる家族、そのツバメが飛ぶたびに羽やゴミが飛び散ります。幼稚園の息子はパニック状態で泣き叫びます。僕は急いで部屋のすべての窓を開けました。しかしなかなか思うようには出て行ってくれません。さらに悲鳴を上げて泣く息子、そのまま15分ほど暴れ回った後、ようやく出て行ってくれました。たかがツバメ1羽、それでも急に家の中に入ってこられるとこんなにも怖いものかと、家族全員で大慌てでした。ツバメはね、あの巣作るとそこの家はあの毎年来るんでしょ。いいね、縁起がいいんですか。縁起がめっちゃええ。ツバメやったら可愛らしいけどね、はい、カラスやったら怖いけどな。ツバメはほら屋根のところに用つけてるやん。つけるあれでも愛情あのなんか愛も血も涙もないとかこうなあ、なんかシャッターの棒とかでああとかってさ、あれいかなんねや、かわいそうやわあれ見てたら。高速道路であの半和自動車道かな、はいはい、の木の川インターのトイレの上に絶対このツバメがあってあいんねや、毎年あるわそこは。ちゃんとなんかね、そこに来るツバメがそこに巣作るが、そこは幸せの家やっていう。ただやっぱり糞とかがのね、あれが大変やけどね。顔を見たことあるツバメのひな、あの可愛らしい顔じゃないんですか。可愛いやろあれ、はい、黄色いの、はい、うん、あれ可愛いなって思えへん。思いました。
じゃあ可愛いやろって言った見たことあるかい。ありますあります、うん、可愛いなと思いました。こう何下から見て何ミカバッて覗いてるおるやろ。 あとニュースとかでも、ね、見てなんか道の駅に巣ができましたひなが何匹おりましたみたいな可愛らしいニュースで、はい、可愛らしいなと思って見ました。あんまりこうキャッチボールしにくいな。ラジオネーム桃色ボンバーさんです、はい、100歳の祖母を囲んですき焼き大会をした時中盤に差し掛かった頃、うん、祖母があれは入れ歯が変じゃのうと言って入れ歯を取り出し、これから投入する肉の上に置こうとしたので私は大慌てで入れ歯を奪い取りました。ギリギリセーフでしたがみんなは入れ歯見たので食べる気をなくしてしまいました。まあ、ね、昔の年寄りって平気で人前でガッて俺もちょっとおかんもでなんかお茶入れるところで洗ったりしてうわそれまた飲んだ何するやんもうっていう信じられない あったよ昔は。まあ、ないもうみんな年取るから年寄りを笑ったらあかんねんけどもね、うん、やっぱいれば途中でカット外れて笑ってばもんね、うん、どれだけ差し上げましょうか、はい、やっぱ初めのシーマーかな。シーマーにね、はい、分かりました。3000円プレゼントします。みんなたくさんのメッセージありがとうございました。それでは今週の3000円当選者の発表です、はいはい、高槻市にお住まいのラジオネーム塩パンラバーさん。塩パンラバーさんです。何2回言うねん。いや2回言うねんお前。発音が気に入らんかった、はい、すいません。ちょっと知らんないよそんなもん。松原市にお住まいの山本玲二さん。大阪市東住吉区にお住まいのまっちゃんさんです。以上の3人です。おめでとうございます、はい、そしてそれゆけグルメは兵庫県産岩津ネギ。当選者は神戸市東灘区にお住まいのラジオネームアイアイさん。神戸市北区にお住まいのラジオネームナムラさん。西宮市にお住まいのラジオネームつちこさんです。おめでとうございます。何子供賞ですか。おめでとうございます。出たまたバラのマネが。次回番組にいただいたメールファックスおはがきすべてのお便りの中から抽選で3人の方に現金3000円をまた3人の方にそれ受けグルメをプレゼントします。次回は伊藤ハム詰め合わせです。あ、いいじゃないですか。必ずおところお名前連絡先電話番号をお書きしてお送りください。プレゼントの応募には合言葉が必要です。今日の合言葉、肩に力。次回のテーマです。肩に力と書いてね。はい、肩に力でお願いします。次回のテーマは最後の最後にです。中途半端な終わり方しやがって。まあ、新アジサンドの藤岡さん、はきはきしゃべりして聞きやすい声で私は、一押しです。なんといってもボートレースの番組担当してるからチャランポラントミョさんがゲストに来た時、のトーク力がすごかったですということです。岡山県のストームバードさんですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけでお相手は私メッセージはこのだと藤岡理沙でした。また来年。さよなら。さよなら。おまけのコーナーです。いきます。よろしくお願いします。お願いします。おい、見んでやよるけ。お前のペースでいけ。ユミはいらん。ユミ見えへん。ラジオネームもち食べまくりのすけさんですね、僕はそれゆけメッセンジャーで藤岡一号の声を聞いてからすっかりハマっております。ありがとうございます。特に SNS でやっていた藤岡理沙の1分でクッキングチャレンジ、はい、楽しみに見ていたのに終わっちゃって残念です。また1分で何かチャレンジしてほしいですということですね。終わっちゃったの。はい、終わってしまいました。なんでなんでなんあれ終わってしまいましたね。自分のさじ加減一つやのに何かの圧力で終わらされたわけでもないんでしょ。楽しみにしてたのに。あれ、あの撮影場所、綺麗な場所やったと思うんですけど、あれマネージャーさんの自宅なんですよ。うーん、そうなんです。で、嫌やって。あ、いや、マネージャーさんは嫌じゃないですけど、なかなかスケジュールも合わなかったで、もスケジュールもそもマネージャーがお前にスケジュール合わせたらどうやって。マネージャー藤岡のとこ堺でさ、お母さんと住んでるんやったら、はい、実家でちょっと生活感お見せするのはちょっとなと思って、ファンにファンにやれんかやそうに。俺マネージャーの人はええんかよ。綺麗なとこ住んではるんですよ。マネージャーも大概やと思うで。綺麗な観葉植物があって。マネージャーさんのことはあんま知らんから。でもそれとなんでお借りしといたらええんちゃうの。え、そうなんですよね。なん、いや、それはない。悪いとか、それでも言い訳やんか。あ、言い訳ですね。だってマネージャーが嫌やったわけちゃうでしょ。違います、はい、でこの間マネージャーの家に行くのが嫌やったよ。マネージャーでご結婚されてはんの。されてないです。募集中です。え、
募集中です。いやそれはどうでもいいんだけどでそのマネージャーさんがご結婚されてね、はい、女性マネージャーやから気使うわ、ね、それ子供さんとかおったらそれはあかんけど別に一人で、ね、しかもその収益が出るまで頑張ろうとかいうことであんねやったら、はい、マネージャーも協力的にしてくれてるんですよ。はい協力的にしてくださってます。なんで嫌やねん。いや1分間で料理作るっていうのを黒田さんにいただいてやったんですけど、うん、やっぱ難しいですね。1分で料理分で料理1分で料理ちょっと難しいです。い3分間クッキングであるじゃないですかキューピーの、はい、でもあれで3分で作れる料理っていうわけでもないじゃないですか、はい、言うやね、はい、だ時短っていうならば間チンのところを省いてみたりとか、はい、それで見たら1分間で1分の動画になってるってことでしょ。1分での動画で教えてくれるでええんじゃないですか。あいいですか。いいんじゃない。だから1分で全部やれたらそれはちょっと厳しいでしょ。そのルールに乗っとってやってたんですけど。だからその今あやら言ったみたいに茹でるのが5分かかるからこれは茹でましたよっていうことにしといたらいいんじゃないですか。じゃあそれで5分間ってそれで料理が1個できるみたいな。その中でビーフチューみたいに時間かかるやつでもここはすごい短時間で作れるっていうのを1分で説明してくれたりとかさ。今だってそのねオーブンでもええやつあるじゃないですか。はい、うん、だそれでもうすぐ焼けてでこれをこうするとかそういうのでもええんちゃうの。そうですね。ほんであのそうだすブギュウギ出てますわ。そうだすほんまにそうだすな。でこのおまけのコーナーで、うん、藤岡一号の1分間チャレンジというコーナーにしようと思っておりまして、うん、勝手なことすなお前勝手なことこのコーナーではなくてこの1分間でけん玉なんかやれるかとか、はいはい、まあ、料理もやっていこうと思うんですけど、うん、このコーナーでも何かチャレンジネタ1分間で何かできるんですか。何がいいですかね。知らんのかよ。鼻フック何キロ耐えれるか。なんて鼻フックで何キロ耐えれるか。そんなもんあかんて。ちょっとそれ考えさせてもらってもいいですか。アナウンサー、あのウイロウリとかどうですかね。ウイロウリ、あのアナウンサーがなるために、はいはい、あの工場でこう、うん、拙者親方と申すわみたいなの却下それいらんの。別にアナウンサーになられへんもんなりたいバキとか聞いてるわけちゃうしな。そうなりたいで藤岡が一号がこれやってなれるかっていう可能性だからゼロやんか。それやってみたらね自分で。いつか勝手にですか。いやいややってみてそのウイロウ。あ、ウイロウ。俺逆に言ったらな、そのあなたが1分間 YouTube でやってることをなやったらそこで当たってることをここで持ってきてよ。常にこのラジオを実験台に使うんでなくてさ、まずそこで自分でやってみて01でやって料理じゃなくてさ、まあ、料理は料理で1個置いといて、はい、料理が全部いつもしんどいんやったら1分間でできる何々ってモノマネ、まあ、TikTok でいいんじゃないの。わかりました。今 TikTok も収益できるようになったらしいぞ、TikTok やってないんやってないからやん。だから YouTube よりかは TikTok の方が1分の方がええらしいで。 X とインスタじゃやったらダメですか。いや収益が X じゃったらなじゃったらX じゃったら やってもいいけんでもどこの国の人やんだからその1分間で、はい、あの今 YouTube よりそれやったら TikTok の方がええらしいで。ほんそしたら昭和プロの方に相談して。相談せんでもええねん別に。 YouTube はええけど TikTok あかんなんて言わへんねんか。一緒やねんか。 TikTok の方が幅が広いねん。あれ勝手に流れてるんやろ。ほんじゃあちょっとやってみます、うん、あの YouTube は探さなあかんけど、ね、TikTok そうなんや。 TikTok はものすごいねあの、うん、TikTok で10万回って結構ファンとすぐ行くんやって。いや YouTube でやるのが厳しいらなんか YouTube は規制がね厳しくて、まあ、TikTok も厳しいよ、うん、厳しいけどもなんかあの後輩で TikTok ごっつ結構全然売れてんやつけど結構いってるやつも、ね、収益上がってるの、うん、収益上がってるらしい。月30万ほどあるで TikTok ですか、うん、で TikTok は何が違うんやって言ったらその、まあ、やっぱ1分間で全部まあ1分間から短くでいけるからそのどうとないことでも一回見てくれたらそこがバッと行くらしいわ。で今若者は TikTok らしいぞ。じゃあ やってみます。だから1分間で何を挑戦するかっていうのをやったらいいんちゃうの。次回何がいいですかね。全然考えへんやんものすごいおんぶに抱っこやんけお前。やってみます。何がいいですかね分かれへんね。1分間で例えばさっき言うたみたいな、海山ちゃんみたいにその二重跳び何回飛べるかとかでもな、うん、そうそう。まあそれが TikTok かどうか分かりませんけど今エアーウォークって流行ってるやんか。あ、ムーンウォークですか。いやエアーウォークや言うとムーンウォークエアムーンウォークはあるでしょ。でエアーウォークって空を歩いてるようなステップがありますね。あのみんながこう歩いてるとこただただやってるけどそれがバズったりしてるんですよ。あ、それやってみます。そしたらなかなか難しいらしい。やっぱり
練習してみます。あの横のエアーウォークとか今縦横無尽にこうやってたりするから運動神経よく悪いみたいな。めちゃくちゃいいです。あ、いいの、はい、学生じゃない、自分でよう言うたら学生じゃない。バレーボールでキャプテンしてました。シビアのに、はい、あのレギュラーで、すごいよ。学校が強かったやん。全然強くないんですけど。なんじゃそれおい。でも声大きかったんで引っ張ってってました。じゃあそれじゃなくて運動神経がええっていうのは。運動神経はめちゃくちゃいいです。何がええのだから。足も速いですし。ああそう、はい、本来いけるか。例えばですけど150キロとか140キロのバレーボールマシンをガーンって受けてるとこでも結構1分間でもええのではね。あと、うん、その50メートルで何秒で走れるかとかいうの、はい、8秒で走れます。速いよ。早いで、ただ走るだけじゃダメだけどな、うん、なんかじゃあええ、それは聞かんでええねん。またその変なこと言うてくるから。ただな。な、1分間でこれできる、その言うたみたいに。その運動系っていうようにやってやってみよう。メモしておきます。メモせんで覚えれるやん、今のは。運動系や。今のは覚えれるやんか。ステップとバレーボールです、ね。顔はモノマネしながら、ね。モノマネ。それええって、だから言うてくるから、いらんこと。いらんねん、その真面目に。やらんでええねん。だから、1分間でこれを作るとかでもいいわけ。作る。はい。うん、なんか、あるじゃないですか。はい。うん、手先は器用。そうですね。器用ちゃう。器用ちゃう言い方やんか。そうですか。まあちょっとだ次来た時にそれ見せてもらったらいいよな。はい、準備しておきます。そしたら。そういうことですか。はい。うん、ほんだらそれちょっと皆さんで期待して、ね。はい。2ヶ月後。あと藤岡一号にこれやってほしい1分間 で、ね、これ募集しておいたら。はい。お待ちしております。いつも の、 あのこちらの方に送っていただけたらです、ね、はい。それもまた2ヶ月後にまたあの、ね、話させてもらったら。はい。じゃあ皆さん、交互期待。交互期待。